はい、どうも皆さん、こんばんは、しまです。さあ、今回のバイオハザード7、続きやっていきましょう。なんか、船に、まあ、漂流したというのかな、これは。え？行けなくね？行けんの、これ。あ、行けるか。で、ミア操作してるところからですね。なんか、ゾンビっつうか、その、モールデッド州はあんましないね。モールデッドとかは出てきそうなと、まあ、家じゃない、あ、家じゃん！え？なんだそりゃ。すげえ、イーサンが運ばれてる。え？てか、イーサンってなんかあんな白髪だったんだね。知らなかったよ。汚れてるだけか、泥で。え、イーサン、そういえば、イーサンが初めて、その、すべて、顔とか出てきたの初めてだ。そういえば不思議だよね。主人公が今まで顔の一つも見せずにいたからね。まあ一人称だからね。やばいか？大丈夫。いや、モールデッド出るじゃん。モールデッドめっちゃ出そうなんだけど。え、なにこれ、上からちょっと降ってくる。ランケーブル、バカ野郎、空気読め、今俺頑張ってるから。苦手なホラーゲー頑張ってるから、今俺。お前も頑張れ。なんか何にもない。何にもない。何も起こらない。逆に怖い。ちょーっと怖いよ。え、やばい。ソーマ思い出す。ソーマ、え？え？今のあれ？今のは何なの？記憶が蘇った的なやつじゃない？いや、昔なんかあったんだ、ここで、ミア。よくあるやつ。よく漫画とかであるやつ、これ。フラッシュバックだよ、フラッシュバック。めっちゃ上登るな。上登るけど、なんもないぞ。おっと、あったあったあった。ようやく部屋だ。ようやく。うわっ！やばい？でも、ミア武器持ってないもんね。ミア武器持ってないから、戦闘みたいなことは、ないと思うんだけど、銃があるわけでもない。いや、それにしても、ここに来て宮視点か。おーい！みんな死んでるんだ。どうした？エンジンルームだ。お前、何の話してんだよ。みんなあの子に殺された。おい、なんだよ。一体何が起きてるんだ？何か武器がいる。この船に武器はあるか？俺もわからねえ。でも、とにかく離れろ。ここから出るんだ。え？あの人のヘルメット？ランケーブル抜くわ。ダメだ。ランケーブル全然こいつ空気読めねえわ。よーし、それじゃあ進むよ。特になんもなさそう。おっと、なんか。あれ？こっちじゃないの？こっちじゃないわ。うわー、これはエイリアンアイソレーション思い出す。ダクトだね。待って待って待って、本当に俺狭いところでなんかやられるとマジやばいから。ほんとにやめて。ほんとに。いや、ここでモールデッドとか出てきたら俺発狂するわ。ちょ、分かれ道やめ、分かれ道じゃない。分かれ道じゃない。あれ、今度は下降りんのか。高っ！おう！あー、自動セーブ入った！自動セーブ入ったよ。どっち行く？どっち行く？ここは開く？開かない。こっちか。やべえ、ちょっと怖いな。怖い、今回。武器を持たせてくれ、俺に。武器がないと怖くて怖く、あおう！オッケー。あおう！何かから隠れてた？あー、びっくりしたー。艦長エド・カーライル。いろいろ名前あるけど、知ってる人の名前はないね。はい。はい。まただ。なんか白くなってる。白くなってるよ。なんも、あーってやばいか。オッケー。ここもないな、なんも。進むぞ。扉ある。
よしよしよし。うわ、あーすごい、これ全部あの触手みたいなやつにやられたってことだよね、きっと。怖っ、高いとこ怖い、高いとこ怖い。特になんもないかな。あい、お、待って、なんかあるぞ。アナベルっていうタンカーだったんだね。タンカーが、タンカー。タンカーって、タンカーって鉛すぎよ。うわぁ！落ち着いた。強っ。思い出してきた？何？あなたは誰？かわいくね。超不気味じゃん。見た今の笑い方。怖っ。怖いわ。さすがに。ね、あとさ、あのフラッシュバックいきなりバンってくるのやめっちくりなんだけど。ほんとにビビるからさ、マジで。はしごだ。なんか上行ったり下行ったり忙しいゲームだな。おっと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 。大丈夫か？これは降りる？降りるパターンだな。ちょっと怖いなぁ。このマップ怖えわ。うわ、いるぞ。うわ、ホラーゲーしてる感じあるわ。なれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに。あれでも普通の、ちょっと今の可愛かったね、なんかダダっ子みたいな感じで。意外と普通。もう待つのは嫌なの。やばい、自動すればいった。え、なんかやばい、うねってるうねってるうねってる。なんだこれ、なんか変な謎の小瓶。え、何か大事の、大事なもののような気がする。へぇ。ただこれ違う、なんかなんだ、バッテリーかなんか必要だな。え、なんかあっちでなんか影動いてる、めっちゃ。ちょっと待って。あ、あー！おー！モールデッドが、モールデッドが、おう！モールデッドが、あ、待ってこれ。あれ？これ壊せないぞ、木箱。あれはポケットナイフかなんかないかな。さすがに武器手に入んじゃない？モールデッドいるんじゃ。ハーブ、あー、こっからミヤもついに戦闘狂になるわけね。これ壊せないよね、これ。壊せねえな。ポケット、待って、ね、謎の小瓶壊せ、謎の小瓶使える、これ。謎の小瓶武器説。謎の小瓶武器説。武器でもなんでもねえな、これ。来てはないっぽいな。うわ、やべやべ。じゃあ閉めといた方がいいね。ちょ、モールデッドいきなり出るのだけはやめてほしい、マジで。なんか武器、薬液、薬液で回復作っとくか。ちょっと、なんかお腹痛くなってきた。ちょっとトイレ行こう。なんかバイオハザード出てるとお腹痛くなんだよ。はぁ、尻から4足方向モールデッド出てきそうになったわ。危なかった。もうちょっとで出てきてた。なんとかね。おっ、え？ええ、武器ねえよ、武器ねえよ。え、どうすんのこれ、どうすんのこれ。武器ねえって、武器ねえわ。やばい、モールデッドうろちょろしてる。ちゃっちゃ、どうする、どうする、これ。とりあえず、あれ消える？あ、出てくるよね、出てくるよね、あなた。ちょっとアイテム、マシンガンの弾、マシンガン、今ハンドガンだった？ちょっとハンドガンない。じゃあ、じゃあハンドガンくれ。じゃあハンドガンくれ。な、なに、ヒューズ、ヒュー、危ない危ない、女の子だからさすがに。あーおおおちょっと待って、ハンドガンないの？追いかけてきてる？しかもな、人型の方も追いかけてきてるし。やべやべやべ。じゃあそこにもいるの？そこにも、あ、こいつ気づいてない、アホだ。閉めろ閉めろ、よし。
ハンドガンどこにあるはずだな。ハンドガン、お前こんな、あれセーブポイントじゃん。やった。あ、やっぱマシンガンの弾だ。え、マシンガンなんて手に入んの。いや、もうなんもないか。いや、でもハンドガン持ってるだけでも全然違うわ。てか、ポケットナイフでいいよ。ハンドガンじゃなくても別にいいからさ。ハンドガン2発しかないってやばくない？相手にできないね、あいつら。よし、行くぞ、行くぞ。開けて、あれ、いないし。開けて、こっち行って、多分さっきのヒューズぶち込めば、開くんじゃないかな？ヒューズ、来た！いや、結構、なんだろう。難易度高めというか、だってハンドガンの弾、まあ、2発しかないからね。こんな使えるわけないじゃん、これ。使えないよ、これ。これ、扉開く？開く？開かない。オッケーオッケー。なんか開かないと安心するな。なんか、怖い思いしなくていいから。ちょ、いきなりモールデッドとかやめてね。2発しかないから、俺。ここは？開く！うわ、開く！こっちはなんだ？まだ登るとこあるみたいだけど、とりあえずこっちからだな。マシンがあるかもしんないから。ちょ、大丈夫？ロッカーじゃないね、これ。なんか今、ゴソゴソ落としてなかった。大丈夫？特になんか、あ、奥の部屋結構ありそうだね、なんか。あ！これ見て。どれ？何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。ファミリー、すぐファミリー。ファミパンおじさんといいさ。これがファミリーチルドレンか。チルドレンだと複数形か。よし。あれ、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃された時感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。お、左手見て、左手。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そうね、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあ、エブリン、どこにいるの？エブリン！エブリン！ネタバレってそういうこと？ネタバレってそういうことか。これ、イーさんと同じものつけてるね。マシンガンの弾。なんか、ああ、すごい！あ、マシンガン持ってる。サバイバルナイフ。エブリンの体組織。え、サバイバルナイフ。おお、イーさんのナイフより、切れ味良さそう。ってかもうサバイバルナイフだから全然違うか、別物か。まあ、なんかあるね。ま、いろいろ読んで、いろいろあるんですけど、各自停止して読んでみてください。はい。え、アイテムボックスあるよ。これ、結構長丁場になりそうな感じだな。アイテムボックスあるんじゃ。あ、もう、モールデッドとかいる感じ？なんか、雰囲気やばいぞ。大丈夫？ちょ、マシンが早く撃ちたいな。いいぜ、モールデッド。出てきても。登る？ちょ、待って、行く場所多すぎ。行く場所多すぎ。え、登るって何？どこ？あ、ここ？行くか。ちょっと怖いな。オッケー、大丈夫。オッケー？いや、一人称怖いわ。もう生き残ってるのはさっきのなんだっけ、誰だっけ、さっきの人。トーマスだっけ。近い。反応地点までの距離が表示される。ほんとだ。へえ、そんなのあるんだ。マシンガンの弾。じゃ、トーマス感染しちゃってるみたいだね。クラウト感染するってことか。なんだろう。まあ、ザ・船って感じだな。サプリメント、やっぱりこれ、長丁場になる感じだね。やだな。12近い。これか。過剰代謝してる。過剰代謝。リセットしなきゃ。
そっちはどうだ。吐射してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。え、なにこれ、これオートしたってことこれ。え、エブリンすごいな。これ吐くんだ。うわ、すげえ気持ち悪い。あ、なんか使うのあるけど、なんもダメっぽいな。なんかサバイバルナイフ持ってた方がなんかかっこいいな。こっちかっこいい。銃持ってるよりこっちの方が好きだわ。ここか。はいはい、 OK 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 OK。 ああ、もうもう来いよ来いよ。おい、どんねん。はいはいはい。なんかイーサンの音でもあれか、なんか威力的には全然変わんない感じ。ええ、頭飛ばさなくても死ぬぞ。なんでまだなんか、なんだろう、完成してないのかな、モールジェットとして。わかんないけど、ここもなんかあるな。でも全部こういうのあれだからね。ナイスハーブ。他はないか。こっちだね。なんだ、サプリメント。サプリメントってあれだよね、合成しないといけないからね。グレネードランチャーもじゃあ手に入んのかな。サプリメント使うのはだってグレネードランチャーの、あ、まあ、精神刺激薬でも使えるか。まあ、グレネードランチャーはさすがに手に入んねえが。大丈夫？あー、それでさっき行けなかったとこは行けるようになると。ちょっとマシンが持ってこい、やっぱ。ちょっと、サバイバルナイフだと怖いわ。開かない。あ、エレベーターだ。あれ、41？ あれ？あ、こちらこちらこちら。あれ？ここあれでしょ？アランだっけ？アランがいるところだな。そしたらさっきのエレベーター入ってみるか。上行くんだろうな。これは、下と上選べるわけじゃない。あれ？あ、来た来た。Oh my god！ おお、なんかそんな、やっぱなんかあのポケットナイフこそ至高だったわ。痛ーい、そう思わん？ポケットナイフこそ至高だよね、やっぱ。はい、はい。なんかモルデット、おかしいよね。なんか、明らかに、今の時代のモルデットよりは弱いよね。なんなんだろう。あ、どんどん近くなった。26までなった。オッケー？オッケーオッケーオッケー。いやー、人じゃないか。あれ、また3、なんか、結構増えたり減ったりだな。おおおおお、ちょっとモーレードマジ怖い。もうサバイバルナイフでいいよね。はい。はい。これちなみになんか頭、見なくても倒せるっぽい。さっきなんか体でもなんか倒せたよね。ほら、ほら。あ、違う！サバイバルナイフの威力が強いんだ、きっと。だからだ。モールデッドが別に弱いわけじゃねえわ。サバイバルナイフが、ポケットナイフより当然のように威力高いだけだ。おう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 。あー、左腕マッチョマンはちょっと、マシンガンした方がいいよね。ちょ、エイムクソすぎー。エイムがクソすぎる男。近づいてくんな、近づいてくんな、バカ野郎。あ、でもマシンガン34発で俺のエイムでも仕留められるぐらいか。じゃあマシンガン結構威力高いな。開けるか。開けるぞ。開かないぞ。開かない。あ、なんかあるアイテム。これ違う？あ、やっぱりリモコン爆弾。へえ、そんなのあるの。え、すごい、リモコン爆弾だ。面白いね。人が死んでるね。なんか音する。あそこだ。すごいとこから湧くな。まあ、これは普通にもう撃っちゃうか。
あ、早い、足早い、足早い。オッケー、オッケー、ちょっと吉沼エイム、吉沼エイム、え、あれどっから来んの、こっちか。あ、もうナイフでやっちゃおう、普通に。はい、はい、オッケー。これ死んでる、臭いな。ちょ、やばい、また払いたくなってきた、また払いたくなってきた、死んでますね。ちょ、ダメだ、また払いたくなってきた。やばい、ちょっと今回怖すぎ、払いてよ。よし、じゃあやっていきましょう。近いな、23。あ、これ直進したらもういるんじゃう。あ、でもさっきのあれか、また吐砂物、これ何なの、これ、これ鍵か、持ってないよね、持ってないね。リモコンの爆弾で、あ、あら、多分この扉の向こうにいるわ。でも鍵が開かないの。鍵を溶かすのはどうだ、今いるのは最下層だろう。荷物を調べろ。鍵を溶かす、ここか。あー、なんかあるね。ちょ、怖いな、怖い、怖いよ、薬液。オッケー、まあいいや、開けよう。出てこんでくれよ、びっくりさせないで。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。金属溶解液、これでさっきの、あ、なるほど、3つ手に入ってるってことは3個の扉一応溶かせるってことだね。よし、行くぞ、これだ。え、これ大丈夫なの、あ、開いたの、あれ、またリセットされてる。すぐリセット、ああ、そういうことね。ねえ、怒ってる、お、ママ。違うの、エブリー、怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの。もう研究所なんかに住みたくない、お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリー、あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう、いいわね。どこなの、エブリー。あー、あのファミパンおじさんはあれだったんだ、あれ、この子のなんか父親になりたいみたいなずっと言ってたよね、なんかあの子の父親には俺がなるんだみたいな。それはなんでなりたかったんだろうね、こんな、まあ不気味と言っちゃあれだけどさ、あれだったじゃん。あれ、これどこ行けばいいんだ、え、いたー。エブリー、待って、モルデットいない、オッケー。ええ、でも逃げられた、あの子の友達が増えてる、そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの、今お前はエブリンに集中しろ。え、なに、モールデッド友達なの、ちょっと、気持ち悪い、友達呼ぶのやめちくり。おい、なんか急に BGM おかしいぞ、 BGM がおかしい、 BGM の様子がおかしい、音する、いるね、2匹か。はーい、ある程度あの撃っとけば、あとはサバイバルナイフでどうにかなるんで。こんなにサバイバルナイフ使う人いないだろ。でもサバイバルナイフでも使ってる人いそうだな、普通に。だって弱くないしね、弱くないし、何よりね、かっこいいんだよ、超かっこよくない。はい、はい、強い、サバイバルナイフが強い、ほら強い。これも使えるんじゃない、使えるね。さっき開かなかった扉全部いけるようになってるんでしょ、3つだけだけど。あれ、あー、アイテム部屋か。普通にストーリーには、ストーリーでは1個しか使う、あ、リモコン爆弾、あ、金属溶解液、いいね。普通に金属溶解液を使ったところで金属溶解液ゲットできれば、ただプラスでしかないからね。脅かさないで、え、火事になってる、火事になってるよ。ちょ、エブリンどこ行った、おう、はいはいはい、うわ、危ない危ない、ちょ、武器出すのに手間取ったわ。あっ、おうおうおう、ちょ、ほんとびっくりさせんの、やめちくりー。よし、オッケー、こいつはサバイバルナイフでやろう。あれ、生きてる、あれまだ、いや、生きてないな。あ、こいつやばい、左腕マン。ちょ、リモコン爆弾やってみるか。危ねえ。あ、置いたね。起爆する。当たった？
当たったけど危ない危ない、そんな威力強いわけでもないのかな。あ、もう倒してるね。なんかスルーしたいんだけど数が多いからさ、またどこで追い詰められるかわかんないからスルーできねえな。エブリーン間に合わない、間に合ってないね。おお、びっくりした。何、艦内の緊急保安システムが作動しました。あ、なんだ、モールデッド上からいっぱい入ってくるパターンかと思ったよ。いや、それにしても面白くなってきた、ストーリーめっちゃ面白くなってきた。いない、モールデッドいない。オッケー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 。あれ、ここどこ、あれ、アラン、あ、アランどこ行ったの。エブリンが上で待っている。やばい、アランやられた、アランやられたわ。落とせる落とせる落とせる、ほら見ろほら見ろ、音で気づいていこう、男バカタレバカタレ、あっぷねえ、な、気持ち悪いくちゃくちゃーみたいな音がするんだよ。おーおーおお、あそこがでもそこからできたってことはそこでしょ多分。はい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 、あー、ちょっともう一匹出てきた、もう一匹出てきた、やばい、ゴムゴムの松が、えっ、ちょ、あーすぎーって、あーすぎー、あれ ?2 匹しかいない。ちょっと待って、ちょ、あれ、回復薬俺もうないんだっけ。やばい、もう回復薬ないみたい、やばい、あっぷねあっぷね、あれ回復薬、あ、でも作ればあるか、あ、作れる作れる、あっぷねー、ここっぽい、え、ここじゃないの？お、嘘だろ嘘だろ、ちょっと、弾と回復薬無駄にしたわ。ここだ、ここだ、さっきのとこ無駄じゃなかったわ。行くとこねえなと思ったわ。大丈夫？ちょ、どこ行くかわかんねえな、これ。あ、ここ上行ける？あ、上行けるわ。エブリンが上で待ってるって言ってたからね。ここはモールデッド出てこなさそうだな。え、閉まっとるやんけ。あ、こっちか。エブリン、いい子だから出ておいで。あれ、あ、こっちか。あれ、こっちさっき開かなかったんだっけ。あ、アランいる、アラン、アラン大丈夫か。どうやってここに来たの。エブリンはあの子暴走してる、今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬやめて、そんなこと言わないで。いやさ、お前は信用してる、あのクソガキ俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだエブリン。あら、聞いて、そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ、気をしっかり持って。あら、あら、うえ、エブリン、やめて、今すぐやめるのよ。俺にされた、これで終わり？え？あ、これで感染したってこと？だよね。で、最初にミアに出会った時も、もうエブリンに操られてたんだね。私に関わらないでみたいなこと言ってたもんね。
パソコンある。どうすんの？あ、これでイーサンにビデオ送ったんだ。でしょ？あ、やっぱそうだ。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。私のことすべて忘れて。じゃあ元気でな。あれ、普通にちょっと続きがあったけど、ちゃんとお別れ言ってるね。でもイーサンは君が呼んだんだろって言ってたもんね。多分エブリンに乗っ取られて、まあ、呼んだ的な感じだよね、きっと。もうアイテムはないな。ないよね。ないな。行くぞ。おお、どうする？え、なんか本格的に BGM やばくなってきた。ちょ、BGM 怖い。BGM 怖い。おお、え？これからはずっと一緒だよ。え、なんなのこの子。エスパーなんだけど。え、どうするこれ。美しい。これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。うわー、ブクちゃん、ふざけんね。だからそういう演出やめてって。カプコンさん。はい、ということでセーブも終わったんで今回ここまでですね。いや、なんかビデオテープの方が長くて現実世界の方はあんま進めらんなかった感じだね。はい、というわけで、次回にご期待、さよなら。